平野紫耀と神宮寺勇太の再始動により揺れるキンプリファンの複雑な心情。こんにちは、皆さん。本日は、元キング・アンドプスの平野紫耀さんと神宮寺勇太さんが、脱退からわずか1ヶ月半ばで再始動したことについてお伝えします。彼らの復帰により、キンプリのファンたちの間で複雑な心情が広がっています。記事全体を通じて、 この驚きのニュースとそれに伴うファンの反応に焦点を当てて掘り下げていきましょう。7月7日、滝沢秀明氏41が設立した、とべ、の YouTube チャンネルの生配信に、元キング・アンドプスの平野市要26と神宮寺雄太25が登場しました。 彼らは5月22日にジャニーズ事務所を離れて以来、初めて公の場に姿を現したのです。さらに、そのわずか5日前には、元 V6 の三宅県44の参加も発表されました。生配信では、平野と神宮寺がジャケット姿で登場し、自身の気持ちを、ハッピーです、とコメントしました。 平野はファンの皆さんと僕たちでとにかく楽しく、クリエイティブ面でも突き詰めたものを提供して、素敵な時間を作っていくことがやりたいことです、と語りました。神宮寺は待ち望んでいたファンに向けて、僕たちは皆さんの笑顔をたくさん見たいですし、僕たちと一緒にまだ見ぬ素敵な景色を一緒に見られたらなと思っています、と呼びかけました。 この生配信は最高で100万人以上の視聴者が見守ったと報じられており、ネット上では多くのファンから喜びの声が上がりました。しかし、一方で金プリのメンバーである長瀬廉さんと橋海人さんの二人体制での活動が続いているため、そうすぎる、と感じるファンも少なくありません。平野と人流児の再始動により、 金プリのファンたちの間には複雑な心情が広がっています。ネット上には大好きだった5人の金プリなんだったんだろう。見ようと思ったけど無理だった。僕たちと一緒にまだ見ぬ景色を金プリとしてじゃやっぱり無理だったんかってなるだけだった。シンクとダーコイズブルーって金プリの時のメンバーカラーじゃんどういうことなどのコメントが寄せられています。芸能関係者によれば 平野さんは以前から海外進出の夢を抱いており、アメリカでの挑戦やダンスの才能を活かした活動に興味を持っているとのことです。また、神宮寺さんも世界の人たちを笑顔にしたいという意欲を語っており、滝沢氏も海外志向を持っていました。このような共通の志向が、彼らが再始動を果たす一因となったのかもしれません。 金プリのファンたちは、グループ脱退からわずか1ヶ月半ばで再始動する平野と神宮寺に戸惑いを覚えているようです。彼らが金プリとして活動していた頃の思い出や絆に対する思いが交錯し、新しい出発はおめでたいけど見てて辛い、と感じる声も多くあります。 記事全体を通じて、元キング・アンドプスの平野志洋さんと神宮寺ゆ太さんが、脱退からわずか1ヶ月半ばで再始動したことにより、キンプリのファンたちの間で複雑な心情が広がっていることを取り上げました。彼らの再始動により、ファンたちはキンプリ時代の思い出や絆に対する思いと、新たなスタートへの祝福や応援の気持ちとが交錯しています。 平野と神宮寺は今後、海外進出や新たなエンターテインメントの提供を目指して活動していくことを表明しており、ファンたちは彼らが新たな道を歩む姿を見守ることになるでしょう。一方で、金プリの残るメンバーである長瀬恋さんと橋海斗さんの活動も続いており、ファンたちはこれまでのグループの姿との対比を感じながら、 平野と人流時の再始動を受け入れる必要があります。ファンの中には、そうすぎる再始動という感情を抱く人も少なくありません。しかし、それぞれのメンバーが個々の夢や目標を追求し、新たな挑戦をすることは、成長や進化の一環と言えるでしょう。キンプリのファンであるティアラたちは、 彼らがそれぞれの道を歩む中で新たな素晴らしい景色を見せてくれることを期待しています。再始動によって揺れる金プリファンの心情は複雑ですが、それは彼らへの深い愛と絆の証でもあります。ファンたちはこれまでの思い出を大切にしながらも、新たな展開に対して前向きな姿勢を持ち続けることでしょう。 平野耀さんと神宮寺勇太さんの再始動は音楽界において大きな注目を浴びています。彼らが新たな道を歩む中でファンたちは彼らを応援し続けることで彼らが世界の人々に笑顔を届けるエンターテインメントを提供できるような未来を共有できるのです。大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。